Hi guys, I'm 聖人。Nice to meet you. はい、こんにちは、こんばんは、聖人です。今回、プレイするゲームは、廃村巡りです。この廃村巡りは、2000年代の日本の廃村舞台に、そこで巻き起こる恐怖体験を題材とした、J ホラー、ジャパニーズホラーのウォーキングシミュレーターみたいなんですよ。まあ、例えば、大化け屋敷とか、肝試し的なものですかね。2000年代のホラーといえば、ジオンとか、3D アニメホラーのひきっこさんとか有名じゃないですか？まあ、なんかそこら辺なのかなと思いつつね、ダウンロードしてみました。いきたいと思います。よろしくお願いいたします。恐怖を共有、Here we go! Yeah! はい。それでは、始めていきたいと思います。廃村巡り。2022年ね、発売された。最近発売されたのかな？はい。それでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。BGM とかないけど、これ大丈夫なのかな？次の土曜日、心霊写真撮りに行こうよ。先日、私の携帯に留守番電話が入っていた。メッセージは、キュートもの。前からだった。学生時代、彼女とはよく怪談や超常現象の話で盛り上がっていた。流行っていたというものはあるけれど、当時から私は少しだけ見えるので、その類の話、話題は尽きなかった。さすがに、そういう場所に行くのは良くないって。私も見えるだけで関わったことがない。あいつらと関わってもいいことなんて何一つないに決まってる。折り返し電話をかけ、なんとか彼女を説得しようとしたけれど、結局、今は彼女の運転する車の助手席に座っている。香り。瞳悟空、ねえ。いけねえ伝承があるんだよね。ここから行く。はい、そん。なんか、昔、川の氾濫を防ぐために、とかで、ね。そんで、その池にされた少女の霊が、今もなお人々を連れて行こうと手招きしてるんだって。それ本当？本当だって。儀式が行われたっていう池の近くに、供養の祠も立ってるし、そうじゃなくて、今もあの世へ、っていうの。あ、実際その村で自殺する人が多いらしいよ。うわ、やっぱやめとかない？取り憑かれたりしたらやばいよ。どうせ写真にしか映らないんだし、大丈夫だよ。電話で話した条件、覚えてるよね。覚えてるよ。香りが嫌な感じする場所には行かないから。てんてんてん。どうせ写真なんてブレブレで綺麗に撮れるわけないよ。ああ、はいはい。おじさんでしょ？記者の。はあ、私の写真はプロ直伝ですけど。雑誌のね、掲載した写真で賞も取ってたって言ってるし、聞いてるし。まあ言って相変わらずおじさんの話ばっかだよね。何これ、うわ、やらしい。学生の時もよく聞かされたわ。小さい時よく遊んでもらってたからね。何その関係、怖いんだけど。よし、着いた。懐中電灯が後ろにあるからよろしくね。よろー。
こっち、鍵閉めたから、ロックしてからドア閉めて。はいはい。インキーしても、知らないよ。ちゃんと鍵持ったから大丈夫だよ。じゃ、先に行ってるね。バイちゃん。なんでそんなに高いのよ。あ、やっぱ高かったんや。よかった、俺の話し方。みなさん、理解できたかな。懐中電灯。あった。おぉ、始まったね。おぉ、音が聞こえないんだけど。おぉ、舞ちゃん。ちょっと待って、足掴まれてるんだけど。え？足掴まれてるんだけど。ちょっと何なのよ。この手。いや、消えて、離して。なんだ、気のせいか。いい。もう嫌な思いしてんじゃん。え？舞がいない。早く、早く追いかけないと。っていうことでね、今。なんかに足掴まれてましたね。いや、怖すぎやろ。読めない。ナンバーが。カーナンバーが見えんね。潰れてる。お？おー。結構ありますな。何とは言いませんよ。何とは言いませんけど。なんかある。なんだろう、これ。手帳の切れ端を拾った。自死の村。自死の村、自殺の多いって言ってたから、そういう意味かな。この廃村はそう呼ばれている。近年、この村で、ミズラを命を絶つ人が多いことが原因だ。あ、そういうことね。噂では、この村で、1800年頃に発生した。生贄伝承によるものだと言われている。川の氾濫や土砂災害に悩んでいたこの地域の住人が、少女を生贄に捧げたということで事態の収束を図った、収拾を図った。生贄にされた少女の怨念が追い詰めた人々をこの地に呼び寄せ、命を落とさせたというのだ。ここに到着してから誰かに見られてる気がする。何かが話しかけて声が聞こえる。ということですね。いきますか。ちょっとね、マウスがね、感度がやばいわ。マウス感度ちょっと有効、画面の揺れが有効です。怖すぎる。怖っ。まだ夕方って感じだね。懐中電灯、いい気。どこから照らしてんの？バッテリーとかあんのかな？タブキ。木彫りの像。え？何？木彫りの像があるわけ？拾っていくって感じ？え？香り、なんか見えるよ、香り。気のせい。見えちゃダメだ。見えちゃダメだ。見えちゃダメだ。てか、ここあれじゃん。オープニング、撮ったとこ？下行ってみる？あ、消えた。何かが落ちてる。調べる。木彫りの像を拾った。これ、靴か。あ！え？ここで首吊り？縄が見えるんだけども。バッグが血まみれ。
怖い、走ろ。おお、なんかね、どっかにありそうだよね、こういう。ああ、こういう壁ね、懐かしいわ。え、ちょ。あれ？前じゃない？あ、前だ。なんとかあそこまで行かないと。あそこ、行くんかな。いや、この家気になるね。お邪魔します。別になんもないか。うわぁ、一輪。すげえよ、錆びとるわ。あ、いたたたた。タイヤが綺麗やかいね。普通ここまでなってたタイヤももうボロボロやろ。穴だらけやってあんなし、錆びてたら。上に行くしかないか。針金で固定されていて開けられない。どうにか針金を切れるものないかな。針金を切るもの？家の中入っていく感じ？調べるってよ。調べるって何？うおっとーい。ちょ待って。大丈夫だよ。ビール瓶。うわぁ、古っ。昭和やん。え、ほんとに？こんな冷蔵庫俺もう。やばい、音聞こえる。ちょ。うわ、襖がやべえ。土足やで、お前人んち。靴で上がんなって。ごめんなさい。出れない。大丈夫。もう勝手に閉まんのやめろ。マジ怖え。2階に上がる。これなんだ？味噌だる？味噌だる？うん、夜勤でかくない？味噌だる。あ、裏口出てた。うわぁ。危ねえね。うわぁ。あったね、こういうね。手帳の切れ端を拾った。なぜ、この村から住民がいなくなるんだろう。この地域周辺の資料を探してみたが、それらしい手がかりは見つからなかった。家の朽ち具合、放置された部品から見て、およそ10年前までは人がいたようだ。何かが原因で、突然住めなくなって出て行った。きっと、入村してから感じている、視線や不気味な声が関係しているそうだ。関係していそうだ。怪奇現象は、生贄にされた少女の仕業なんだろうか。この村の奥には、祠が立ってある。少女の魂を供養し、この村の守り神にするための祠だ。最近までこの村を守っていた少女が突然そんなことするだろうか。誰かが壊したのかな？祠を壊した感じ、なんか読み取る感じするね。何？それは主人公が直す的な？おっと、すまん。大丈夫。うわ、懐かしい。カエルが鳴いてる。やんだ。2階？うわぁ！え？今声聞こえてるね。うわぁ。ボットン便所。しかも全然これ。
ここに置く？ビール瓶かご。うわ、梅がこ、え、梅が風呂場とこんぐ？しかも便所近くやで、これちょっと。まあ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 。いい。どんな洗い使い方したら、こんな、なる。てか、よく平然として、いられるわ。匂いやばそうやろ、こんなに。うわ、懐かしい。どっかなんかあるんやと思うんですけど、一応こっち廊下間も回ったんで、こっちの方行ってみますか。うわ、テレビ。うわ、つかないか。うわ、田舎の風景。おい、北海道？合掌造りの家じゃん。あ、2階があったー。ちょっと待って。こっちにあれか。なんていうの、神棚とか置いてるやつ？そこじゃない。この、こういう作り？中じゃ、怖え怖え。あ、間違った。え、スーツをそのまま置いてる。これはみ出てるだけか。何もできんね。裏から行くのかな？何もなさそうだけどね。おっと。もうその、ギシギシ音、苦手やわ。なんかね、着るもの探すって書いてるんだけども。こっちの外出たね。反対側、え、からってる。そうだね。うん、なんか、梅の中から針金切るもの。さすがに、便所の中にやろ。トイレにはないでしょ？だいたいこういう、棚とか。あ、梅ここにもある？特にって感じかな。あら？に着るもの。他、どっか開くとこあるんだろうね。おっと、ああ、岩で塞がれている。ここからはいけない。土砂崩れが起きてるってことか。じゃあやっぱ祠壊したんじゃない？誰かが。そんな感じするんだけど。これか。もう一回2階に行ってみて。いや、外にあんのかな？いや、そういうのなさそうだけどね。でけえペットボトル。10リッターぐらいありそう。違う。こいつ、コンコがちっちゃいんか？扉がでかいような気がする。違うか。特に、着るような。なんか、室内じゃ走れないんだよね。ほら。走れない。全然。もう一回2階に行って、開けに行くか。なんか、やっぱ聞こえるよね、声が。って。勘違い？ではないと思う。うーわ。古っ。開いた！さっき開かんかったやん。スーツもカビだらけになって。ああ、自分の足やった。うわあ、こればあちゃんの部屋あるわ、あったわ。ねえ、そこに置く？で、しかも神棚やん、それ。なんで上まで上げてきてんの？
いや、ワイヤーか、どだ、痛い、なんか痛い。あったと思った違う。なんか、え、なんか見えたけど。なんか、え、何？なんか見えただけ？まあ、ワイヤー切りに行くか。やば、びっくりした。扉開けて、よし。やっと走れる。長ちゃんって、これ。いろんなとこから、壁の、どんだけよ、水はけが悪いの、これ。開いた。お前、どっか行ったやろ。うわ、洗濯機が二層式だ。うわ、なんか職場で見たことあるわ、こんな。開ける、なんか感度が悪いな。塞がれてる。襖か。うわ、襖開けんのか。てか、お、こたつ。もうこたつとかよ、全然使ってない。おいしょ、そう、怖えね。うわ、せに日本人形が動いてる。動く？俺が動いてるのか、痙攣してるのか。こいつもよくよ、土足で行けるわな。うわ、これさ、公民館とか、公民館とかでさ、うわ、てか目から血出してない？私は大丈夫そうだった。家の中の草が入ってるけど、え、開かないんだけど。あ、怖っ。これ不法侵入ですからね、皆さん気をつけて。木彫りだ。木彫りの像を拾った。何？そんな木彫りの像いっぱいあるんだけど。てかもう、やばいね。洗濯かごなのかな？のつもりで使ってたんかな？あの子怖いんだけど。よいしょ。あ、反対側には来れたか。前公園の方いたよね。おお。あ、私も乗る。乗れない。あ、懐かしい、シーソー。前こう歩いてたよね。どんだけのスピードよ。前こうしょったやろ。お前どうやって行ったねん。よじ登ったやろ。駆け上がって。あ、ブランコダメやね。なんか、と思ったら違かった。色ボケか。壊せてこれ。釘が打ちくっつけられていて外れない。なんとかどこかで釘抜きを探さないと。釘抜き。次は釘抜きか。いやこれ手で引っ張れるやろ。てかこれ石に叩きつけてるってどんだけのパワーよ。ドリルで焦がしたんかな。そしたら、釘抜き器でも。木が動い。次、この家か。味噌だれじゃないよ。植木鉢か。ガシャーン。
こんにちは。こんにちは。もうないね。おっと、ポリタンク。おお、なんか新しいの増えたね。ガソリン巻いて燃やす？放火になりますからね。皆さん重罪なんでやめてください。お、ちょっと。ゴキブリ？今の。カクラージ。あ。手紙の切れ端を拾った。この村で自死する人が増え始めたのも10年ほど前のことだ。ワンピース姿の女性が最初の自殺だった。自殺者だったという。これは私の憶測だが、最初に自殺したその女性はまだこの地に、この地で、さまよっているのではないだろうか。なるほど。その女性はこの村を最後の地と選び、命を絶った。そして、成仏できず何年にもわたり、道連れを探し求めている。この村はここで命を絶つ人々の怨念を吸ってしまい、本当の意味？意味地となってしまった。以降、この廃村は心の弱った人々を呼び寄せているのだろう。はは。なるほど。いきますか。ね、声聞こえない。って。俺ばっかじゃないでしょ。また便所か。懐中電灯がね、バッテリー、あの、ない。なくならんっていうのはいいね。いいこと。やっと走れる。こっちがダメだ、ここか。うおぉ。なんか、あれだな。沖縄っぽい家の作り方。でね、なんか、多くない？長い。素手じゃ開けられない。ツタが絡まって。する？みたいな。棒か何かで一気に力入れれば飽きそう。棒を下げず。次は棒を探せと。道が塞がれている。こうからはいけない。ああ、そういうことね。そこね。塞がってるね。確かに。棒。棒と釘抜き器を探せと。どっかあるんだろうね。これは崩れてるのかも。下。この家から出たからね。なんかあるんだろう。ここで棒みたいなやつ探すって感じかな。特になんも見当たらないけどね。もう一回開けようか。あ、二階だ。二階行かんかったね、一階だけ。同じ絵やん。同じ絵がある。なんか気持ち悪い音聞こえたんだけど。これか。あ、釘抜き器を見つけた。てか、なんか、なんか閉める音？開かない、開かない。開けて開けて。で、公園の方で、あれかな？マック。開けて、開けて、開けて。え？開けて？開かないんだけど。もう怖い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 。てかこれ見づらいわ。サイトがないから、サイトっていうか。で、公園のこれを抜こう。公園のこれ抜こうよ。公衆トイレこんなちっちゃい村いらんやろって思ったの俺だけ？いるか？ごめんなさい。うん。綺麗でね。綺麗だ。ただ古くなってるだけで、別に綺麗だよ。別に、おー、棒みたいなやつこれか。
鉄パイプ。いやいやいや、あの、釘抜き器で。てか、え、ここだけトイレットペーパーあったんだけど。あそこだけ、あそこだけトイレットペーパーがあった。誰よ、鉄パイプで。何すんの？守ってたんかな、トイレットペーパーを。10年間。ここ開けて。よし。開いた。味噌だるでけー。え、貫通したんだけど。いけんと思っていったら貫通しちゃった。ほんとこいつね、常識にってなよ。靴。靴脱げ、靴。手紙の切れ端を拾った。守り神になった、少女は。けなぎにもこの村を守ってきた。その力が消えてしまった理由があるはずだ。とにかく祠へ行こう。やっぱ祠へやったんやね。死にたい？もう嫌だ。判読不可。死にたい。いや、死にたい。死にたい。判読不可。何もか。で、意味がない。あ、なんかもう、なんか、あれだな。精神的にま、参っちゃってますね。いや、俺も、あ、そう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 、これこれこれ、仏壇。仏。神棚じゃないね。てか、仏壇でっけえ、めっちゃ金持ちだね。おっと。どっち？こっちか。よかった。いや、祠に向かうには、道が下がってるから、ね。よいしょ。おっと。え、え？おっと、動けん。動け。ちょ、よっとー。え、ちょっと待って、動けないんで。あ。しゃあ。あ、木彫りだ。拾えないんだけど。出て拾うんだ。ね、地蔵さんに見えるよね。ああ、拾った拾った。ちょっと判定が難しいね。でっけえタイヤ、トラックやん。トラックのタイヤ。祠に向かうっていうの分かったね。なんか叫ばれた。いいね、走れる。おぉ。便所で書いたんか。俺も連れて行こうか。俺もついていくとかじゃなくて、俺も連れて行こうか。なんか日本語が、文章がめちゃくちゃだね。おぉ、カラスの鳴き声。この薄暗さがやばいね、またね。あれか、これ。生贄供養。めっちゃ綺麗やん、字が。返してあげる。返してあげる？え、誰がいたの？なんで、はてなやったの？え、なんでもう取り憑かれてんじゃない？おお。前じゃん。なんか前がなんかしてる。漁ってる。また会えてよかった。なんでハテナなの？前。てんてんてん。もう行くよ。さよなら。元気でな。泣きつける舞を、なんとか車に乗せて、私が住んでいるアパートまで連れて帰りました。ひとまず彼女を布団に寝かせ、
明日改めて話し聞くことにしました。翌朝、彼女は少し落ち着いた様子で、いくつか話してくれました。舞の話によると、彼女の叔父は失踪しており、帰ってきてないというのです。唯一残されたのは手紙だけ。その手紙から最後に訪れたのは、あの廃村だったことを知ったそうです。そして、霊感のある人がいれば、何か別の手がかりが見つかるもしれないと思い、私を誘ったのだそうです。最初に教えろよね、舞。これやばいよ、騙してるわ、友達。親友でしょ。いや。言ってやれよ。もうどんだけよ。親友じゃん。そっか、でも、長く会ってなかった舞から、連絡来たってことやからね。それはそうか。嘘つかんといかんかったか。断られるかもしれんから。車を降りてからのことについては、彼女は何も覚えていないようです。気がついたらあの池にいた、と言っていました。彼女は一通り話し終えると、何度も謝ってくれました。私もそれ以上詮索しようとは思いませんでした。でも、なぜか、彼女の顔は少し穏やかだった気がします。え、あ、終わりましたね。ということでね、トランポさんがね、制作した廃村巡りでした。最後ね、マリのおじさんが池まで行ったところで、周りまで連れて行かれそうになったところをね、なんとか引き止め、帰ることができましたということでした。おじさんがね、助けてくれたのかな。はい。あ、でもなかなかいい感じですね。皆さんどうでした？廃村巡り。私は良かったと思います。日本の風景をね、題材としてるんでね。なんかあんまないからね、嬉しかったですね。では、また、皆さん、会いましょう。Thank you for watching. Bye! ありがとうございました。